今回は、M1128 ストライカー MGS について解説していくよ。本車両は、歩兵支援を目的として、また、冷戦後、米軍が低強度戦闘に対して適していないことを当時の専門家が指摘し、戦術的かつ費用対効果に優れる自走砲として開発され、2002年に最初のプロトタイプが完成し、アメリカ陸軍への部隊配備は2007年に行われたよ。米陸軍は総計142両の M1128 を導入し、2013年の時点で各ストライカー旅団に27両、各大隊に9両ずつ配備されているね。さらに、2013年後期には、アメリカ軍は M1128 を空輸可能な装甲化された自走砲として敵支配地域などへの侵入任務に運用することを検討され、ジェネラルダイナミクスランドシステムズカナダは既存の M1128 に対し、防御力の強化やサスペンションの強化などを行い、この任務に最適な車両を開発できると提案したよ。この車両は MPF と呼称されており、2024年頃に配備予定とされているそうだよ。では、本車両の概要に入っていくよ。ストライカー MGS は主武装として、M68A205mm 戦車砲を装備しているよ。この砲はもともとイギリスで開発されたライフル砲で、M60 パットンやセンチュリオンなど、西側諸国の多くの国の主力戦車の飛砲として採用されていたよ。ストライカー MGS の 105mm 砲は自動装填装置や安定化装置を装備して射撃や装填が自動化されており、砲塔の前面投影面積は非常に小さなものになっているよ。さらに、車内28発の砲弾を搭載可能で、毎分後、6発の射撃速度を持つよ。しかし、開発の経緯でも説明したように M68 は対戦車砲としても優秀であるが、ストライカー MGS の主な任務はストライカー旅団で歩兵の火力支援を行うことであり、対戦車戦闘を主任務として考えられた車両ではないよ。ストライカー旅団における対戦車戦闘は、主に M1134 ストライカー ATGM が担当することになっているよ。ストライカー MSG の 105mm 砲は、4種類の砲弾を運用可能であるよ。M900 運動エネルギー弾は装甲車両への攻撃、M456A2 成型策略弾は非装甲車両や敵兵士への攻撃、M393A3 粘着榴弾はバンカー内の敵兵や隠れた敵狙撃兵への攻撃や壁を破壊して歩兵の侵入路を確保するなどの用途、そして、M1040 キャニスター弾3弾は散開した敵兵への攻撃に使用されるよ。副武装に関しては飛行同軸に M240C7.62mm 同軸機銃1機、M22.7mm 重機関銃を1機装備しているよ。車体の防護力は、元が装甲兵員輸送車でさらに、C130 による空輸を想定しているため、非常に軽装甲であり、対戦車兵器に対しては当然耐えられるようなものではないものの、最低限度の装甲防御力は有しており、高高度鋼板の上にはドイツの IBB 大戦炉とエンジニアリング車で製造されているセラミックス製ネクサス複合装甲パネルが装着されているよ。この装甲は、2種類の特殊セラミック複合材が積層され内側の鋼板に直接溶接され前面に取り付けられており、300メートル以内からの 14.5mm 弾と、155mm 砲弾の至近炸裂に耐えられる性能を有するよ。また、直撃弾による内部剥離を防止するアメリカのデュポン社が開発したケブラー繊維内張りが搭乗員席及び兵員室内側前面に装着されており、乗員の生存性を高めているよ。この他には、対戦車地雷対策として車両下部にもネクサス装甲が装着されているが、被害を完全に防げる性能はなく、乗員の生存性をある水準内に確保する程度であるよ。また、イラクに派遣されている車両に見られる檻のような装甲は、スラットアーマーと呼ばれる追加装甲で、ゲリラやテロ組織が使う RPG-7 対戦車敵弾を防ぐことを目的に使われているよ。機動力に関しては、キャタピラー3126ターボディーゼルがエンジンとして使用され、8輪駆動で航続距離 530km、最高時速 96km となっているよ。重量は 18.77 トンで自衛隊の1式機動戦闘車が約26トンであるのと比較すると比較的小型であることが言えるね。初期のストライカー MGS には空調システムが装備されていなかったため、コンピュータのオーバーヒートが多発し、また、兵士は冷却機能を持ったベストを着用するなどしていた。その後、改修により空調システムが装備されたんだ。欠点として自動装填装置に修理の必要が発生した場合には、兵士は車外に出て作業を行う必要があることや、また、ハッチが小さく、緊急時の脱出は容易ではないことなどがあるよ。これで解説を終わりにするよ。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。動画の感想や、リクエストをコメント欄へ、他の動画もチェックしてみてね。ご視聴ありがとうございました。